こんにちは、シェア畑菜園アドバイザーの下道です。今日はズボラな人ほど成功するほうれん草の栽培について紹介します。冬に栽培するほうれん草は養分の濃度を高くして凍りにくくすることで寒さを乗り越えます。そのため糖度が高い甘くて美味しいほうれん草を収穫することができます。秋に種まきする栽培ですと間引きや細かい害虫のチェック等が必要なんですが、冬場の栽培はそれらの作業が少ないというのが特徴です。細かいことに気を配り丁寧にお世話をした方が失敗するリスクが高いので、今日はその点について解説していきたいと思います。最後に質問にもご回答していきますので、ぜひご覧ください。では行ってみましょう。それでは現在のほうれん草の生育状況を見ていきましょう。こちらのほうれん草は昨年の12月の上旬に種まきをしました。種をまいてまず不織布をかぶせまして、その上にさらに透明のビニールをベタ掛けをやって育てました。さらに、トンネルとして、下に不織布、上にビニールトンネルをかぶせて合計、4枚の保温対策をして栽培しております。本葉が現在3、4枚展開しております。防寒対策をして栽培してますので、葉が霜焼けになったり枯れたりしたものはまずありません。順調に育っております。こちらのほうれん草を見てください。一つの穴に4粒から5粒芽が出てるんですが、豆に手入れしてる方は間引きをしたいところなんですけども、冬場の栽培ではそのマメなお世話が失敗の原因につながります。ズボラな性格の方の方がかえって栽培がうまくいくということがあります。ここでは冬のほうれん草栽培の失敗する要因をご紹介していきたいと思います。一つ目はpH調整に時間をかけてしまうということです。ほうれん草はアルカリ性土壌を好む野菜です。日本などでは土壌が酸性に傾いている場合が多いです。そのためほうれん草を植える前の土作りでは石灰を入れてアルカリ性に傾くよう調整をしてみてください。ですけども冬はこのpH調整に時間をかけておりますと栽培がどんどんと遅れていきます。栽培の参考書などによく書かれています苦土石灰をまいて2週間ほど経ってから種まきをしましょうというのを守って種まきが遅れてしまいますと、春先に収穫ができず収穫の時期がどんどん遅れていきます。思い切って種まきをするということが大切です。もしpH調整をするならばすぐに種まきができる有機石灰を使って土作りをして栽培してみましょう。二つ目が収穫サイズにこだわってしまうということです。栽培しているほうれん草がスーパーで見るような一般の収穫サイズになるまで長く待っていますとそれも時間がかかりすぎてしまいます。小さいサイズでも気にせず収穫してみてください。こちらのほうれん草は少し小さいなと感じると思いますけども、冬場は生育がゆっくりでこのままあと1ヶ月ほど栽培をしてもそれほど大きくなることはありません。思い切ってベビーリーフで、早めに収穫してみてください。次の夏野菜も3月には土作りを開始しますので、
小さいサイズでも収穫して土作りに間に合うようにしてみてください。3つ目は水やり作業です。冬は雨が少なく乾燥が激しい季節です。関東地方ではこの冬雨が極端に少なくて非常に乾燥しております。しかし日々水やりをするということは NG です。土壌の温度が低下してしまい凍結や根腐れが発生する可能性があります。このように晴れ間が続いて土が乾燥している場合に水やりをしようかと考えている方もいらっしゃると思います。その場合には一度土を掘ってみて土の乾燥状態をチェックしてみてください。このように表面は乾いていても土の中は十分な水分を含んでおります。この状態であれば根から十分に水分を吸収することができます。極力水やりをしないで栽培してみましょう。またマルチで栽培している方はより多くの水分を含んでおりますので基本的には水やりは必要ありません。4つ目は細かく間引きをすることです。冬の栽培は間引きをせずに栽培しましょう。間引きせずに複数株密集した状態で栽培すると暴風対策にもなります。一株収穫すると空いたスペースで残った株が大きくなります。また病気や害虫被害が少ない季節なので通気性が悪くても問題ありません。小さいサイズで収穫することが前提なので間引きはしないで大丈夫です。こちらは秋に種まきしたほうれん草です。秋まきなので冬の栽培よりも少し成長しております。こちらも間引きをせずに栽培をしておりました。こちらのマルチの穴からは5株のほうれん草が発芽しております。このようになったら大きくなったほうれん草から収穫をしていってみてください。このようにハサミでカットして収穫するのがおすすめです。密集しておりますのでそのまま抜きますと周りの株も同時に抜けてくる可能性がありますのでハサミで収穫をしてみてください。今日はこのように2株のほうれん草を収穫しました。こちらの穴にはまだ3株ほど残っております。今回収穫をして空いたスペースで残りのほうれん草が大きく成長すると思います。冬場はもう少し小さくなりますけどもこのような方法で収穫していきましょう。それでは質問コーナーです。こちらのほうれん草栽培にコメントをいただきました。この時期からでも何か追加でやりたくなりますね。苦土石灰を少々入れて1週間ほど寝かせてからがいいですねというコメントをいただきました。この時期からの栽培は苦土石灰や元肥などは入れずにそのままの状態で種まきをするのが基本です。種まきが遅れるとこれから最も一年中で寒い玄関期を迎えますので野菜の生育が非常に悪くなります。ほうれん草を栽培するとしても酸度調整など気にせずにとにかく早めに種をまくことが重要です。ただこの時期の種まきでは保温資材を利用した防寒対策をおすすめします。発芽に十分な気温を確保しないと発芽せずに無論収穫もできなくなります。
できる限り強力な保温対策をして種まきをしてみてください。今日はズボラな人ほど成功する冬のほうれん草栽培を紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。シェア畑菜園アドバイザーの下道でした。ではまた、バイバーイ。家庭菜園ライフ。